シナイ写本の一部、エステル記二章三節から八節。シナイ写本は聖書の写本の一つでコデックスの形状のものである。大きさは38.134.5センチメートルで4世紀のものと考えられており、1844年にモーゼのデイエジプトの古事にゆかりの深いシナイ山の聖カテリナ修道院でドイツの聖書学者、 コンスタンティン・フォン・ティッシェンドルフによって発見された。分類記号は、01である。市内写本ギリシア語で書かれ、旧約聖書の一部と、新約聖書のほとんどを含む。カトリック教会が、第二聖典とするバルク書を含まず、マカバイ・キヨを含んでいる。ロシア皇帝アレクサンドル2世に献上されたが、ロシア革命後、1933年に、 ソビエト連邦から10万ポンドで売却され、大英博物館に所蔵されている。市内写本は単一の筆行者によるものではなく、最初の写本に少なくとも二人が後に修正を加えたことが研究によって判明している。X 線検査などによって抽出されたそれぞれの本文を RF1、RF2 と称する。ティッシュエンドルフは1844年5月に、 聖カタリナ修道院に到着し、数日間修道院の3つの図書館の調査をしたが、成果がなく帰ろうとした時、ゴミカゴの中にこの写本を発見した。彼は1853年、1869年と再訪し、ようやく入手できた写本をエジプトのカイロに持って行って写し、ロシア皇帝に献上したという。ただし、 この劇的な発見の経緯については疑問視する声もある。現在は大英博物館が347用、聖カタリナ修道院が12用と14の断片、ライプツヒ大学図書館が43用、そしてサンクトペテルブルクロシア国立図書館が3つの断片を所蔵している。2009年7月6日、大英図書館などによる4カ国共同事業の成果として、 インターネットサイトで公開された。この際には各地に分散していた断片の再結合による復元も行われている。ミノみの九1988年10月15日号、モノミノ島聖書冊子協会31密議アフップ部ニュース現存する最古の聖書写本ネットで公開2009年7月6日。ありがとうございます。